宇長春、宇長春、宇ジャンチュン、通名、砂川長春、ガ八百1898年4月8日から1959年8月10日は、農学者、農学博士、育種学者。韓国農業の父と呼ばれる。父は、木のと羊事変、朝鮮国を追う々非々日暗殺事件に参加した、軍人、宇則義。 のりが日本に亡命し日本人女性、堺中と結婚、日本で生まれたのが、宇長春である。出生地については、東京赤坂説と広島説がある。育ったのは、広島県呉市である。父ののりは秉貴を暗殺したため、1903年11月24日、宇が6歳の時にかつて秉貴に仕えていた公営婚に、呉で暗殺された。 広島県立後中学校、現広島県立呉三津田高校を卒業。数学が得意で、京都帝国大学工科大学、工学部を目指し旧正高校進学を希望したが、僕へ以降の支援で学費を支給する、朝鮮総督府から京帝国大学農科大学、農学部実家への進学を指示され、それに従った。1919年に同校を卒業。卒業後、 農林省西ヶ原農事試験所、東京都北区西ヶ原に就職。朝顔の遺伝研究などに没頭した。1924年、林家の家庭教師が縁で、新潟県出身の日本人女性、渡辺小春と結婚。当時の状況から、父の恩人で、朝鮮人亡命者を支援していた砂崖けに養子に、入った。生まれてくる子供たちは、日本名を名乗らせ、 日本人として育てる決意をした。自身の日本名は、砂賀長春。1926年、埼玉県河野寿司県寺、河野寿司県民。な種の研究を主に言ったが、この頃発見したペチュニア、つくば顔の、全80の作出法、完全、八重崎き理論をもとに、坂田商会、原坂田の他、創業者、坂田武雄がこれを事業化し会社を拡大させた。 また1936年には論文、種の合成で東京帝国大学より朝鮮人初の農学博士号を取得。種の合成は宇長春のトライアングルとも呼ばれ、1960年代には細胞遺伝学を学ぶ学生は必須で、宇の理論は最も盛んに学ばれた。宇が研究に用いた油中の植物は欧米で、 人気が高く、数々の新種開発に応用されたため世界に知られるようになった。今日、日本人が食するキャベツや白菜など、油中の野菜は、ウが気づいた土台をもとに、品種改良が進められた。博士論文書誌データベースに載っている、文献名は、油ブ族属における、ゲノム分析、フ、ナプスの合成と特殊受精現象である。 中国陳太郎での農場長就任の話が、保護になり、高等官である義士の道が遠のく、日本の席に入ってはいたが、生も、うのままでもあり、出世は難しかった。農学博士となっても技手止まりのままの不満からか、1937年同社を、退社。滝井修行の滝井寺三郎が、京都府おとく二長岡町、現長岡教師に新設した。 研究農場の場長に迎えられ、京都に移った。ここでは十字外科、油中植物の育成を主に、それに伴うカキ類、素材、青物野菜の育種、植物ホルモンなどの研究で、自家不和合成減少や雑種強制のメカニズム解明に打ち込んだ。1945年、終戦の後同社を退社。1948年、大韓民国の樹立で、韓国で、 の呼び寄せ運動が起こった当時の韓国は政治的大混乱や地方から都市への人口流入などの問題で食料が不足、農家は種子、肥料などの不足で甚大な被害を受けていた。この頃、韓国は国民の80%が農業に従事していた。また日韓併合時代の韓国では米や麦など日本人の主食の増産に重点が置かれ、 日本にとって重要性のない大根や白菜などの素材は放置されたため、韓国の人たちにとって欠かせない、キムチの材料をまともに作れない状況にあった。日本の植民地支配から解放された当時の韓国は、白菜、大根などの主要野菜の種子を膨大な外貨を使い、日本から輸入していた。有料な種子が大量にないと有料な野菜を大量に作ることはできない。 このような状況下で、多岐種病の同僚だった昆虫が、今の韓国に来て、趣旨の問題を解決してくれる人は、宇長春しかいないとを挙げると、韓国政府、国民挙げての大きな運動となった。国母便主殺害で国族の楽園を押されたのりよしを、父に持ち、日本生まれの宇は韓国語を話せなかったが1950年、韓国行きを決意、妻と子供を日本に残し、単身と韓した。 52歳の時だった。生まれ育った日本がしっくり生きていたが、やりたい研究に思う存分打ち込め、それが父、のりゆじの国のためになればと考えたと言われる。トカオ前にニは、父の墓参りのため、十数年ぶりに、故郷を、クレオ訪問、母校ミトデンで講演も行った。李承晩大統領の強い支援も受け、富山に設立された韓国農業科学。 研究所所長に就任し各地の農村を視察。国民にとって最も重要な大根と白菜の種子作りを始める。まず職員に育種学の重要性を力説。有料な固定品種を作るには、有料な個体を選抜し、人工交配を重ね、優秀な組み合わせを選抜して、原種を作り、この原種を原種に増殖した後、一般普及種子として大量生産する。 日本と韓国の多くの在来種を掛け合わせながら、これを続けるが、ここまでで5年、ここからさらに数年かけて、品種間交雑を行い、雑種強制の強く現れる、雑種第一代、第一品種を育成しなければならない。韓国に渡たった翌1950年、朝鮮戦争が勃発。中央演芸技術院。 国立試験場委員長に就任した1953年には、最愛の母シスの法を受け、日本帰国を大統領にまで嘆願したが、帰国は叶わなかった。李承万大統領は右を返すと、再び、韓国に戻らないのでは、と懸念し出国許可を下ろさなかったと伝えられている。また、日本語しか話せず、状況は、非常に困難であったと思われるが、 朝鮮戦争で苦しむ国民に希望を与えるとともに、1955年頃には、大根や白菜は、自給体制を整えるまでに持っていった。また、高齢地でのじゃがいも、収量の多い稲の栽培にも、勢力を注いだほか、最終等近辺を、みかんの大生産地とした。なお、大根や白菜、みかんの原種は、日本の品種が多く含まれている。大統領からの農林部長官、 農林外臣就任要請も目もくれず、この後、稲と稲の裏作に農家にとって、収益の大きいジャガイモの研究に没頭したが、1959年、ソウルのメディカルセンターに入院。いと、十二市長海洋の手術後に病状を悪化させ、同年8月10日亡くなった。去年61、韓国に来て9年後だった。亡くなる直前に、韓国政府はうに、 大韓民国文化法上を送った。大韓民国文化法上は韓国国民にとって最高の名誉である。葬儀は国葬に準じる社会葬として行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。